皆さんどうも、ピーマンです。今回はベジータ編シナリオ05をプレイしていくよ。これもまたギニュー特戦隊編になるかな。フリーザの宇宙船に先回りし、戦隊服を新しく着替えたベジータ、クリリンたちを待ち伏せていた。めっちゃ気軽に過ごしとんな。クリリンとご飯はドラゴンボールを探し出し、シェンロンを呼び出したが、期待に反し、シェンロンは現れない。なぜ？慌てるクリリンたちの元にやってきたのは、なぜかジースを連れた悟空だった。悟空、おめえなんか変じゃないか？なんていうか、その雰囲気がさ、知りたいか？そう、これはギニューだ。クリリンさん、そいつお父さんじゃない。何？体を取り返してもらったのさ、こっちの方が相当強かったもんでね。そうさ、この俺はギニュー特戦隊隊長ギニュー様だ。なぜ？うひゃ、もうクリリンのオーバーリアクションびっくりするわ。取り替えただと？早速チビ2人で試させてもらうかな。戦闘力18万以上のとんでもないパワーというやつを。体が入れ替わったにせよ、催眠術のかかったにせよ、カカロットの強さには変わりないはず。ますます厄介になってきやがったぜ。見つけたぞ。これ悟空ね。うん。クリリン、ご飯よく聞け。そいつはオラじゃねえ、体を取り替えやがったんだ。そんな、あれがお父さん？そいつはギニューだ。遠慮なくやっつけてしまえ。今のお前たちなら絶対に負けはしねえ。精神と体を一致させなきゃ大きな力なんて出せねえぞ。海洋圏どころか気の使い方だってうまくできるもんか。ほう、カカロットの言うことが本当ならばギニューは力を出しきれんということか。これはギニューを消すチャンスだ。よし、この俺が始末してやる。卑怯だな、ベジータ。それ聞いた上で挑むのかよ。お前最初から挑めよ。そういうとこがあまり好きじゃないね。卑怯者ベジータですわ。まあいいでしょう。さて倒していこう。戦いでは中身は悟空ですからね。カメハメハなども当然打ってくる。カモン。カモン。やめろ。徹底的に顔面狙うスタイルやめてくれ。徹底的に顔面狙ってくるね。気をためろ。気を解放しろ。ビッグバンアタック。避けること忘れてるぜ、悟空。さて行こう。ベジータ悟空戦初勝利目指してね。ボコボコしますよ。ベジータのことですから、この中身ギニューの悟空でさえ勝っても、俺の勝ちだとか言いそうだよね。はい、ビッグバンアタック。いいね。カモ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 。ねえ。後ろじゃ。後ろじゃ。後ろじゃ。カモ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 。後ろじゃ。おー、いいね。ナイスコンボ。ナイス。笑ってる。なんでこんな笑ってんの？股間もっこりさして。ただの変態じゃねえか、お前。ねえ。女性の方は泣いて帰るわ、みんな。こうなったベジータ、お前の体をいただくぞ。なに？チェンジ。閉めた。元のオラに戻れるぞ。な。オラの体返してもらうぞ。ベジータとギニューのチェンジに割って入った悟空がその体を取り戻す。元の体に戻ったギニューは再びベジータのチェンジを試みるものの、悟空が投げたナメック星のカエルと入れ替わってしまった。なんということだ。一体。やったぞ。悟空大丈夫かい？お父さんしっかり。ずいぶんオラの体を痛めつけてくれたもんだな、ベジータ。ギニューのやつは一体どうなったのか説明しろ。今逃げていったカエルさ。でもって、そこんとこにいるカエルみてえなのがギニューだ。カエルとギニューの中身が入れ替わったわけよ。何？ほう、どうやら知らんが踏みつぶしてやる。ほっとけよ、ベジータ。ギニューもそうなっちゃもう何もできやしねえさ。まあいい、許してやるか。あ、許してくれるんだ。お前のこれからの暮らしを思うと同情するぜ。はは、本当だね。ギニュー特戦隊との戦いは悟空と協力することにより庶民を収めた。そしてベジータはフリーザとの戦いに備え、悟空を宇宙船のメディカルマシンに入れるのだった。で、終わりになりますね。この後どうせナメック星が爆発しますから、結局、ギニューは死ぬんですよね。悲しいことになるわ。じゃあ次回の実況ではシナリオ06。あら、これクリリンが映ってますが。クリリンとの戦いになるのか？この流れでクリリン？ボコボコにしちゃうぜ。じゃあ次回のシナリオ06の実況をお楽しみに。グッバイ、また会おう。